はい、速稼塾の久保です。今回ローカルガイド活動ということで Google の方からメールが来まして、いろんな、ね、レポートを見ることができました。今月はどんな活動になっていたのかなということでございますけども、ちょっと画面切り替えて見てみましょうか。はい、私のメールボックスの今一番上なんですけども、私のメールボックスのね一番上ですよ。10月のローカルガイド活動ということで来ております。これをクリックするとこんな画面に変わります。見ていくとですね、10月のまとめですけども、獲得したポイントは2763と、ということは10ヶ月なら2万7000ポイントになるのかなってことですよね、このペースでいったら。で、投稿した場所は22箇所ということで、今までの私の例から言うとちょっと少なかったかなってことですね。ぐーっと見てみます。口コミを20件、評価を2件、写真は502点、動画は3点投稿してるってことですよね。9月からはちょっと増えてるみたいですけども、まだまだちょっとね活動としては足りないですよね。で、トップローカルガイドに認定されたということなんで、現在私が住んでいる福山市で上位 1% のポイントということです。まあローカルガイドの8ともなるとね、大抵どこの土地でも上位 1% ではあるんですけども、まあ私はねこの Google マップについてはトップローカルガイドみたいな感じなのかなと思っております。で、前人未到のね、まだ日本に20人しかいないというレベル9まであと5万ポイントですか、 47% 達成なんで、そうですね、今年中に行くのはちょっと難しいかなと思いますけども、年末年始を通じてたくさんね写真を撮ったりとか、いろんなところの投稿チェックポイントを通じて5万ポイントは遠い未来ではないかなと思っております。連続投稿が12週連続ですよね。まあだいたい毎日やってるような気がしますよね、私はね。まあ、そんな感じで、ね、今回はローカルガイドとのレポートが来ております。5万ポイントレベル9か、私ねレベル10という、まあ、レベル11以上はないんですけども、レベル10までは必ず2021年中には行くと思いますので、このまま活動をしっかりと続けていきたいと思いますね。はい、継続は力なりと言いますけども、継続した結果どんなところからでもこうやって評価をいただくことができますね。私は特殊能力がなくてただ続けてるだけなんですけども、本当にね継続ってのはそれほどまでに難しいことなんだろうなと逆に実感しております。まあ振り返ってみたら私もね本当によくやったなって思いますけども、まさか2013年、いろんな活動を始めた起点になるんですけども、こんな8年後を待ってると思わなかったですね。例えばこれから8年間これをやれって言われたらやる自信はないんですよ。だからそういうことなんでね、やっていったらできていたっていう、そんなことの繰り返しなのかなというふうに思っております。まあアフィリエイトもそうですしね、アフィリエイトも結局トップ 1% ぐらいだったんじゃないかなと思うんですよ。まあ当然ですよね、 99% そうですね、ピラミッドの上位 1% には必ずいましたね。まあ、転売は分かんないんですけども、転売もまあトップクラスだったと思っておりますし、その他のこともね、いろいろとやってきたなと思いますね。これから8年間やるって言われたら3年間でもできないかもしれないです。これから3年間だよって言われたら、ただ振り返ってみると続けられたこと続けなかったこと様々ありますけども、続いたことっていうのは本当にね5年とか6年とか7年とか8年という単位で続いていることばかりになりました。 YouTube も結構続きましたね。皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、本日は以上です。